猫とネズミとお友達はグリム童話の一つ。猫とネズミと一緒の暮らし、猫とネズミの一緒の暮らしなどとも訳される。弱い立場の者が強い立場の者に逆らって破滅するというメルヘンとしては珍しく救いのない話である。ビルヘルム・グリムはグリム童話初版にはなかった、どうです、世の中とはこうしたものですという結句を後の番になって付け足している。 猫とネズミが一緒に暮らしていた。二人は冬を越すためにヘッドを壺に入れて、盗まれる、心配のない教会の祭壇のもとに蓄えておくが、しばらくして、猫はヘッドが舐めたくて我慢できなくなる。そこで、猫は、名付け親を頼まれているので、留守番を頼むとネズミを騙し、ヘッドのところへ行き、上皮の部分を全部舐めてしまう。帰宅した猫に、ネズミが、 何という名前をつけたのかと尋ねると、川なめと答える。ネズミは変な名前をつけたもんだという。後日、またしても我慢できなくなった猫は、また名付け親を頼まれたからとネズミを騙し、今度はヘッドを半分舐めてしまう。今度は何という名前をつけたのかとネズミに尋ねられた猫は、今度は半分ペロリと答える。ネズミは、そんな名前は聞いたことがないといぶかしがる。 さらに、もう一度、猫が名付け親を頼まれたというと、ネズミは疑いながらも見送る。猫は、とうとうすべてのヘッドを平らげてしまった。ネズミが、今度はどんな名前を付けたのかと、ネズミが尋ねると、猫は、みんなペロリと答える。ネズミはいよいよおかしな名前だと不審に思う。やがて冬が来て、外で食べ物が見つからなくなったので、ネズミは、 ヘッドの壺のところへ行こうと猫を誘う。しかし、ヘッドは跡形もなくなっていた。空っぽの壺を見て、すべてを理解したネズミは、ヘッドを独り占めしたことについて、猫を責めようとする。しかし、その瞬間、猫はネズミに襲いかかり、みんなペロリと飲み込んでしまう。この話のルイワは、北アフリカからアラスカまで広い地域に存在する。登場する動物には、 狐と鳥などの変化があり、北ドイツの狼と狐の話が起源となって、拡散したと考えられている。ありがとうございます。